恐竜は地球を1億6500万年以上にわたって支配していました。そして現在でも一部の恐竜の子孫が地球に存在します。現代の鳥類は獣脚類と呼ばれる恐ろしい肉食恐竜から進化しました。全ての始まりは約2億5000万年前の中生代に地球を闊歩していた恐竜系類。これは恐竜という言葉から思い浮かべるようなブロントサウルスやティラノサウルスのような恐竜とは違いますが、ここから恐竜の進化が始まりました。この生物は四つ足で歩き、家猫程度の大きさでした。とはいえ決して親しみやすそうではなく、長く細い手足を持つ奇妙なトカゲのようでした。おそらくあなたが予想した通り、この一群は食物連鎖の最上位にはいませんでしたが、非常に早く敏捷であったため生き残ることができました。時とともに恐竜系類は適応し、直立して歩くようになりました。そして足は体の側面ではなく体の下に来るようになります。さらに時を経て、恐竜形態の生物には長い尾と大きな足の筋肉が発達し始めました。首も新しい体の部位を支えるために強くなり、より早く効率的に動くため骨盤の骨も増えました。これが恐竜の登場で2億4000万年から2億3000万年前のことです。名前はダイナソリアに由来し、これは恐ろしいトカゲを意味します。最古の恐竜の化石はアルゼンチンに生息したこれらの生物のもの。こちらはさらに古いものですが、これが本当に恐竜なのか、それとも親戚の恐竜系類のものなのかはまだ確定していません。その祖先の大きさを考えると、恐竜は最初はそれほど大きくありませんでした。むしろ犬や馬に近い体格だったと思われます。その時代多くの種類は存在していなかったので、その時代にタイムスリップできたら二本足で歩く爬虫類の集団を目にするでしょう。しかし時とともにそれらは異なる環境に適応し、もっと面白い集団が登場しました。例えばこのような小さくて速い肉食恐竜などが一例です。これらはすべて種竜類というグループに分類されます。翼竜もこのグループに含まれ、名前からは想像しにくいですが恐竜ではありません。一部の恐竜系類が恐竜に進化したとき、特定の利点、例えば腕を手に入れました。その結果より多くのことができるようになります。例えば手を使って獲物を捕らえたり、枝を掴むことができるようになりました。腕を動かせるようになったことで得た自由が、その後一部が鳥に進化し飛び始めるきっかけとなりました。恐竜はおそらく高温動物だったと思われます。つまり例えば爬虫類のように環境に左右されず常時活動的だったのです。爬虫類は変温動物で、体温を調節するために周囲の環境に頼っています。恐竜が存在し始めた数百万年間、動物界の支配者ではありませんでした。その当時食物連鎖の頂点に君臨していたのはワニ。その後ジュラ紀が訪れ、新種の恐竜、例えば巨大な草食恐竜、竜脚類などが登場します。きっと見たことがあるはずです。ブラキオサウルスのような長い尾と首を持つ恐竜で、高いところにある植物を食べることができました。その時代の有名な恐竜アロサウルスや、尻尾にスパイク、背中にプレートを持つステゴサウルスもおなじみではないでしょうか。ジュラ紀時代は恐竜がどんどんと巨大化していった時期でした。それから白亜紀が訪れ、巨大恐竜の天下となります。強大なティラノサウルスが王座に君臨し、食物連鎖の頂点に立った時代。ティラノサウルスの寿命はおそらく約28年だと考えられていますが、あっという間に成体の体格にまで成長していたようです。その時代を生き延びるのは簡単ではありませんでした。ティラノサウルスはティラノサウルス科に分類され、若い頃からかなり獰猛だったことが分かっています。7500万年前の10代のティラノサウルスの化石が発見されたのですが、胃の中に赤ちゃん恐竜2体が収められていました。ティラノサウルスは若い頃から親戚のシティペスのような小さな恐竜を狩り、成長とともにどんどん大きな獲物を狩るようになっていきました。例えば集団で暮らすことを好む穏やかで巨大な恐竜を狩るようになっていったようです。しかし恐ろしいのは大型の肉食動物だけではありません。早く賢いヴェロキラプトルが現れたのもこの頃。ヴェロキラプトルは映画で描かれているような鎌型の爪を使って獲物を捕らえる鱗質の恐竜ではありませんでした。実は体は羽毛で覆われており、体重は最大 45kg にまで成長していたようです。これは狼の体格に匹敵します。ついでにもう一つの神話を破壊すると、
この恐竜は群れで狩りをすることはありませんでした。ベロキラプトルはおそらく単独で狩りをすることを好み、その爪を使って獲物を引き裂くのではなく掴むために使用していたようです。ティラノサウルスとベロキラプトルは獣脚類と呼ばれるグループに分類されます。最初にそれを言いましたね。鳥の祖先です。ただベロキラプトルは羽毛で覆われていたものの飛ぶことはできませんでした。鎖骨が飛行を支える形になっておらず、腕も短すぎたようです。むしろそれがベロキラプトルには都合が良かったのかもしれません。というのは白亜紀にはプテラノドンと呼ばれる飛行恐竜たちが空を支配していたからです。恐竜たちは約6600万年前のある不幸な日が訪れるまで素晴らしい時代を過ごしていたことでしょう。しかし隕石が地球に衝突、隕石自体がすぐに全ての恐竜を滅ぼしたわけではありません。隕石の衝突が環境に変化をもたらし、生存が困難となったのです。実際その当時、地球上の動物の約 75% が絶滅しています。この隕石は巨大でした。地球に衝突した時、ユカタン半島に巨大なクレーターを作り出し、大量のデブリを大気に放出。その結果、太陽光が直ちに遮られます。数ヶ月にわたり濃い埃の雲が日光を遮断し続け、地球は以前より暗く寒くなりました。これが植物にとって厳しい環境となりました。植物を食べる生物もその変化に適応することができず、結果的に大半の生態系が崩壊する連鎖反応が起こります。塵がやっと晴れた時、衝撃後に形成された全ての温室効果ガスが短期間で気温を以前よりもはるかに高くしました。その結果、25キログラム以上の陸上動物は全て消滅しました。しかし全てが消え去ったわけではありません。植物は減少しましたが、動物ほど影響を受けませんでした。それは花粉や種子が長期間厳しい状況でも生存できるから。つまり現代ここにあるのは当時残された種子なのです。隕石の衝突後、花を咲かせる植物が地球を支配します。鳥以外の全ての恐竜は絶滅し、一部の種は鳥として生き残ります。勇敢な生存者たちは当初小型でしたが、後に大きな鳥へと進化していきました。ある研究によれば、もし隕石が地球の他の場所に衝突していたら、多くの生物や植物の運命は大きく異なっていたと考えられています。またもしその隕石が数分後に落ちていたとしたら、より深い海に衝突したでしょう。そうだった場合、太陽からの暖かさと光を遮ることとなった蒸発した岩がより少なかったことでしょう。もしそうであれば、おそらく恐竜は今でも存在していたと考えられます。例えばトリケラトプスは鳥類と全く共通点のない最後の恐竜です。もし小惑星が地球に衝突しなければ、トリケラトプスは今でも地球を歩いていたかもしれないのです。ただし進化は決して止まらないので、昔とは形態は異なっているはずです。